今テレビ朝日に行くとこなんですが、東京タワー綺麗、これからベアマプライムなんですけど、今日はちょっとですね、移動してる時もなんとなく、なんていうか沈静してる雰囲気で、なんとなくそうですね、一人でぶーっと考えてる感じだったんですけど、まあその理由というのは、このとこずっとなんか多くの人に会って、不特定数の人に会っていろいろ挨拶したりとか社交したりっていう時間が長かったからだと思うんですけど、ちょっとなんかね、マックス、沈み込んでる感じですかね、自分の中にね。元気がないとかするんじゃなくて、単に自分の中でちょっと沈黙を図ってる感じなんですけど、やっぱりこうやって人間の脳ってバランス取っていくんだろうなと思うんですよね。まあ、僕は脳の研究ずっとしてて、脳のメカニズムいろいろ知ってて、まあ、なんか、脳ってのはそういうもんだというふうに思ってますけど、これね、これをリスナーの皆さんも、まあ、いろんな活動のモードってあると思うんですよ、脳にはね。だから、ある特定のモードばっかりやってると疲れるから、バランスを取るために、違うモードになることもあって、それをだから元気が出るとか出ないとかいうふうに言うことあるんだけど、必ずしも元気があるないって問題ではないんだよね。単にバランスを取ってるだけなんだよね。多くの人に会っていろいろ話してる時が元気があるわけでは必ずしもないし、一人で考えるっていうかね、ゆっくりゆっくり沈んで物思いふけてるという時間が元気がないわけでもない。どちらも大事、脳のモードとしてどちらも大事で、その両方があってバランスを取ってるわけで、なので、まあ本当今日の移動中とか午後はどっちかっていうと静かに沈んで、自分の中に沈んでいく感じだったんですが、まあこれでまたね、次のいろんな人と毛利庭園綺麗だね、いろんな人とまた行き交うモードへの準備ができるんだろうと思うんで、まあ、こういうなんかね、異なるモードをうまく使いこなしていくっていうのは非常に脳の、活動においては重要なことなんで、ぜひ皆さんもそういうバランスを取るっていう意識を持っていただけるといいのかなと思います。いろんな活動のモードがあってよくて、そのいろんな活動のモードがあってバランスが取れて、脳の回路がさまざまな形でほぐされて、で、一つの活動のモードが別の活動のモードで沈み込んで生かされたり、それが伏線となってまた別のドットが結ぶってことになっていくと思うんで、ぜひ、必ずしも落ち込んでるわけでもないし元気ではないわけじゃなくて、単にそういうふうにモードを切り替えてるって思ったらいいのかなと思います。ということで、そろそろテレビ朝日に着きます。